どうも恵子さん。こんにちは、はい。今日の気分はどんな感じですか？今日寒いです。恵子さん好きな季節はいつなんですか？やっぱり春でしょうかね。あと秋。なぜかというと食べ物が美味しいから。暖かいのと食べ物が美味しい。そうですね。で、あの春はあのニューヨーク一番いい時なんですよ。5月と6月がお花がたくさん咲いてるし、まずあの虫がいないですよね。私よくセントラルパーク行ってたので、はい、やっぱりあの虫がいると嫌なんで。なるほど。東京、町は、町はですか、私が生まれたのは、世田谷のとこなんですけど、はいはい、で、はい、で病院はあの市川っていうところに、でなぜか生まれたのは市川なんですよ。あ、そうなんですね。はいはい、あの病院はね、はい、はい、恵子さん、それあちこち行かれてるんですけど、はい、あのこれまでいろいろもたくさんの国に行かれたと思いますが、はい、中で好きな国って、あのね、やっぱりイタリアが好きかな、スペインも好きかな。イタリア、スペインですね。好きです。なぜ、理由はあのスペインはやはりあの食べ物美味しいのと、あとなんかみんななんかこうイージーゴーイングですよね。あの明るい感じがいいですよね。逆に苦手、ちょっと苦手かなっていう国とかありますか？イースタンヨーロッパ、食べ物がまずいから。割と基準が食べ物です。そうなんですよ、やっぱりね、食事が一番大切なんですね。で特に旅は、この家の中で、今日の話が、この家の中でのお気に入りの場所ってどこですか？キッチン。キッチン、やっぱりだ。そこに必ず戻ってくる。はい。で、じゃあ一日で一番好きな時間。前はですね、散歩の時間でした。うん、今は好きな時間特別はないんですけど、まあ、夕焼けが見える時かな、うん。ワインが入ってくる時間。いいですね。それそれ。何をしてる時が最近ですけど一番楽しいですか？やっぱり新しいことを聞いた時とか、新しいものを覚えた時。なるほど、うん。で、じゃあお食事に戻りますよ、はい。で、一番好きな食べ物、白いご飯と明太子。え、そうなんですか？この五番街のこの真ん中で白いご飯と明太子。はい、すごいね。じゃ あのお食事まで行かなくても好きなスナックですね。スナックはね、あんまり食べないんですけど、そうね、スナックの好きな柿の種とかじゃない？あー、柿の種好きでした。でもあれはワインと一緒、ワインのつまみですよね。あと苦手な食べ物ってあるんですか？あんまりないんですけど、もちろんあのゲテモノはダメですよ。どう、カメとかヘビとか。あ、それは、あと内臓はダメですね。内臓はあんまり好きなんです。わ、はい、かりました。あの好きな、じゃあ色、赤、あと白、はい、白、それとピンクに紺。たくさんありますたくさんあります。で、好きな数字は？では5。なんでですか？ナンバー5。あと2もいいですね。なんか1って言いたいんですけど、なんとなくあの2と5がしっくりくるみたいなナンバーなんですけど、で、日本とじゃあアメリカ、どっちも住まれてると思うんですけど、どっちが住みやすいですか？あのね、やっぱり絶対年を取ったら日本かも。でも今は、まあ、もう今も年なんですけど、でも今はまだニューヨークかな。あの今ね、こうやって紅茶飲まれてますけど、はい、コーヒーと紅茶どっちが？やっぱりあの時と場合なんですけど、これは紅茶なんで、朝はやっぱりコーヒーが好きですね。で、昼になるとやっぱりティータイムっていうぐらいで、やっぱりあのこういうイングリッシュティーとか、あと日本茶もいいですよね。なるほど、うん。お米とパン、絶対お米。なぜお米で前世は、もし前世があったとしたら、前世は何人だったと思います？言いたくないけど中国人中国人なんでですか？なんとなく、なんとなくそんな気がするんですよね、うん、理由はないんですけど。生まれ変わるとしたら、じゃあ何人？あ、人じゃなくて、うん、今回女性です。どっちでもいいんですけど、まあ男性の方がいいかな。え、そうですか？でも女性の方がいいかな。どっちですかどっちでも結局どっちでもいいってことですよね。病気になったら薬に頼る方ですか、頼らない方ですか？薬には頼らない方です。なるほどね。うん、で、大きな病気ってあんまされないですか？
してないですよね、心の病はありますか本当健康でいらっしゃる。で犬派猫派？犬派ですね。もうそうですね、犬飼ってらっしゃる、うん、じゃあペットとなると犬ですか？あのね、動物はね一般的に全部好きなんですよ。私本当に好きなんですよ。もうあのそういうこの映像も YouTube とかほとんどあの動物のしか見てないぐらい、本当に 90% 動物の動画見てるぐらいに好きなんですけど、ですけどやっぱり自分で飼うとしたら犬かな。犬ですね、うん、結婚生活、結婚のいいところって何だと思いますか？なんとなくやっぱり安心感とか、それからシェアできるっていう気持ちがとても良かったですね。例えばあの、まあ、綺麗な花があったとしても、あなたこれ綺麗だと思わないとか、美味しいものがあったらちょっとこれ美味しいと思わないとか、ね、ちょっと食べてみたらとか、そういうなんかいつでもこうシェアできる、そういう相手がいたのは良かったなと思いますけど、うん、逆にじゃあ不便だなと思ったことがありますけど、あの私の結婚に関しては不便だなっていうのは思ったことなかったですね、うん、楽しかった。そうですね、あの、どちらかというとなんていうのかな、パートナーシップみたいな感じだったんで、なんか友達でもあり、なんかライフパートナーでもあり、かといってあのビジネスの先生でもあったりして、だからなんかそういう飽きるってことはなかったですね。散歩はお好きですか？じゃあ散歩好きです。でも一人でするのは嫌いで、やっぱりあのワンちゃんとする散歩が一番楽しいですね。やっぱり何でもそう、寂しがり屋なのかもしれないんですけど、いつでもやっぱりカンパニーを求めちゃいますね、うん、あの子供の頃ですけど、はい、じゃあお父さん子でした、それともお母さん子でした？お母さん子でした。お母さん子、ご兄弟は？一人います、妹。はい、占いは信じられますか？信じます。あのおじいさんの思い出って何か？よくタバコ捨てたこと。あ、そうですか。じゃあ、それはお父方ですか？はい、うちの父の方です。うちの母の、あの父母会ったことないんで。あ、そうなんですか。はい、でおばあさんの思い出ってあります？じゃあ父方。ないんですよ。あのとても可愛がってくれたっていうのはありますね。なんかいつも頭をなぜてくれてたっていう感じでくらいですね。多分私が2つか3つぐらいの時に亡くなってる、あ、なんか小学校に上がる前に亡くなったはずなんで、60代でしたよ。父方のおばあさん、うちの母の、あ、うちの父の。お母さんの方のおばあさんは会ったことないです。あ、そうなんですか。日本とアメリカでどっちが働きやすいですか？depends on ですけど、はい、まあアメリカ、日本であんまり働いたことないので、だから比べられないんですけど、アメリカの方がスピーディーでディシジョンメイクが早くて、それからディシジョンメーカーがいるので、それは絶対違うと思いますね。なんか日本ってなんかあの誰々に聞いてみるとか、なんかみんなで協議してとか、アメリカってその時に決めてくるじゃないですか、あ、やりましょうとか、うん、そこが違います。なるほど、わかりました。結構さ、向こうにスピーカーがあるんですけど、スピーカー、好きな歌ってあるんですけど、お好きな歌。好きな歌、アデル好きです、はい、アデル、アデル、うん、イギリスのシンガー。どんな歌があるんですか？タイトルはね、ローリングなんとかっていうの、ちょっとアデル好きです。であの2番目にじゃ好きな、あのね、アディールといえばスカイホールとか、はい、あのジェームス・ボンドのあれをやった人、うん、ダブル、はいはいはい、うん、彼女です、ね、彼女ですね、007のアディール、スカイホール、好きなアーティスト、そうですね、シンガーとしては。なるほど。あとあのバーバラ・スターザンも好きですね。あ、スターザン、うん、あとレディー・ガガも好きですよ。レディー・ガガ、テレフォンとか。そうなんですか？そうですよね。あとじゃあ恵子さんから見て、まあ認めるこのセレブは素敵だなって思う、恵子さんが憧れるセレブって言います。セレブっていうのはあのいろんな分野でいると思うんですけど、はい、どういうところのセレブですかね？何でもいいです。一般的にパッて思い浮かぶ。難しいかも。よくぐらいのジェニファー・ロペスさんの話を。あ、そうですね、ジェニファー・ロペスはあのセルフメイドパーソンってね、アメリカで言いますけど、まあ全部下から上がってきて、全部自分の力で作り上げてきた、ね、確かあの方はあのジャネット・ジャクソンの後ろで踊ってらしたとしてるんですものね、はい、キムさんがよくお聞きするのは、まあ、ロペスさんとか、あとデヴィ夫人のこととかも、
そうですね、デミさんもセルフマイドパーソンに入るんじゃないですか。そうですよね、あのいろいろなんか動物のそうですね、話もねよく聞いてたりとか、はいはいはい、とてもあの、ワンちゃんが好きで、でもデミさんの好きな犬はちっちゃいの、コメちゃんサイズ、大きいのはちょっと、あら、あなたこの犬ずいぶん大きいわねって昔の麦ちゃんのこと言ってました。あ、そうなんですか。猫はね、デミさんあまりお好きじゃない。そうですね、なんでしょうかね、あのよくこういうの聞きません？猫が好きな人っていうのは本当は自分が犬、犬が好きな人って本当は猫で、そういうふうにあの言う人いますよ。うん、はい、面白いでしょ、その発想。ここ結構すごく眺めが素晴らしくて、あそこエンパイアステートがもうすごく間近に見えてるんですけど、展望台ぐらい近いでしょ、はい、そうですね。でもね、このここはどちらかっていうと、あの夜が綺麗ですよね。あ、そうですか、うん、夜がやっぱり綺麗、ただ夜景が綺麗ですね。あの、うん、まあ、これを見るとあ、ニューヨークにいるんだなって、まあ、ニューヨークにも何十年もいるんですけど、はい、あのこの景色は同じことはやっぱりないので、なぜかっていうとビルディングは同じですよ。でも毎日雲の形、それからあのこの、この夕焼けとか、はい、そういうのがこう出方が全然違うので、やっぱり一瞬一瞬楽しいです。五番街以外に、まあ、世界中で、はい、住みたい場所がある。京都。あ、京都なの。ニセコとか最近いや、だけどニセコと京都ってブランドじゃないですかね、日本の中で。いや、なぜかって言ったら、やっぱりあの外国の人でも楽しめるっていうの、例えば私のゲストが来た時に、うん、なんか両方とも楽しめるかなって、うん、他のところではなんか味わえないなんかあるじゃないですか。例えばあの京都だったら、あのもちろんお寺とか、あの京都独特でしょ、やっぱり日本を代表して、であのなんかニセコっていうのはなんかアクティビティもあるし、それとまず食べ物が美味しいじゃないですか。であのでもあのニセコに行かれてなんかカニ三昧をされたって。カニが美味しかったんですけど、あれもあんまり食べ過ぎるともうちょっといいかねよ。そうですか。あのじゃあ住みたくはなくてもすごくこう印象に残った都市。そうですね、まあ、あの皆さんドバイとかね、アブダビとか、あのアブダビの中にあの砂漠の中にあるホテルがあるんですよ。もう本当に砂漠の中にあるんですよ。お水がね、シャンパンより高いっていう。そうだから、まあ、ああいうところなんかはいいかなと思ったし、あともう一度行ってみたいのはサファリパーク、アフリカの。うん、動物も好きですもん、ね、はい、あのサバンナ の、 あの太陽が沈むところ、すごく雄大で、なんかこの都会にね、あの育った私にしてみると、うん、なんかこうすごくこう印象的ですよね。ただ行くときにあのいっぱい注射していかなきゃいけないのが、そうですよね、感染症とかいろいろあるんですよ。まあ、だけどコロナのことを考えたらそうでもないじゃん。尊敬する人物っていらっしゃるんですか。いっぱいいますけど、まあ、あの日本でいうと日野原先生、聖路加病院の日野原先生、105まで患者さんをご覧になられて、そしてあのいつもポジティブで、あの生き方上手っていう本を書かれた時にはもう100万部ぐらい突破して、であの絶対にネガティブなことを言わない、なんか簡単そうで難しいことですよね。恵子さんも言われないですよね。そうですね、私のモットーはどっちかっていうと、愚痴を言わない、諦めない、頼らないというか当てにしない、この3つのがモットーなんで、あの 今も若くてらっしゃるんですけど、これまでの人生で一番自分が良かったな、楽しかったなっていう年齢ってあるんですか。まあ、その年代ずつであの楽しかったと思うんですけど、やっぱり自分がビジネスしている時、やっぱり始めた頃30代だったんですけど、30の半ばぐらいから始めたんですけど、結構遅かったんですね、私仕事始めたの。それまで働いてなくて、であの時はやっぱりすごく楽しかったし、あとやっぱりあの結婚生活も楽しかったです。あの逆に言うと、じゃあ一番つらかったなっていう、うん、辛かったのは、まあ、あのそれなりにありますけど、やっぱり好きな人が亡くなったこと、
もうそれはあの麦ちゃんだったりとか、それとかあの、まあ、日野原先生であったら、あらここになんかいつものえいなんかあの自分の力ではどうにもならないことはありますよね。そうですね、うん、例えばあの本当にもうね亡くなられて日野原先生もそうでしたし、うちの主人もそうでしたし、私のね大好きなあの一番初めの麦ちゃん、それがあのずっと2006年2008年ってずっと続いて、まあ、日野原先生もその後ねあのお亡くなりになったんですけど、まあだけどちょっと先生の場合は少しね10年ぐらいありました。それと、うん、あとやっぱり最近では自分の親友が亡くなっちゃったっていう、まあ、それ一番辛いですよね、うん、自分の力ではどうすることもできない。そうですそうで す, そうです。じゃあ話をもっと軽いのにいきますけど、はい、軽くお願いします。電話とズームどっちがお好きですか？ズームの方が好きかも。ズームの方が好きですか？ええ、いや ただし起き抜けじゃないときあとあのリモートでじゃ あの会話するのとご自分がこう対面で出向いて対面で会話するのどっち？対面の方が好きです。今一番じゃあこのコロナとかそういうの全くなくなって、そうですね、コロナがなくなって行ってみたいところ、うん、どうだろう。やっぱりあのなんか日本をなんか離れて30年ぐらい経ってしまったんですね。あっという間でしたけど、ですけどだから割と日本のこと知らないん でどちらかというと海外の方がよく知ってて、なんか日本は割と若い時に出てしまったので、あの日本のこと結構知らないんですね。ですから改めてもし行くんであれば、なんか日本の島とかね、日本ってすごくたくさん島あるじゃないですか、やっぱり屋久島とかね、でああいうところにまず行きたいかな。また食べ物も美味しいしそうですね、日本もやっぱりだからあの故郷なんですけど行ってもみたい場所なんですね。そうですね。でまた国内で行ってみたい場所とかありますか？そうですね、まあ、いろいろ行きましたけど、まだ行ってないところとしてはニューオーリンズとか。あ、はい、南部の方ですね。南部の方ですね、あのサンタフェとかね、はい、あっちの方行ってないんで行ってみたいかなと思います、はい、ここすごくあのお綺麗にしてらっしゃるけど、お掃除はお好きですか？掃除はしろというのは好きですけど、はい、掃除をしてくれっていうのは好きですけどでもあのそう掃除はあの結構すごくあの気になります。特にあの、キッチンとバスルームはもうパーフェクトにあの知ってこないとすごく嫌なんですね。なるほど、うん、お料理は好きですか？大好き。本も出されてるんですね。昔ですね、あのすごく今今日もお綺麗なんですけど、美容室には月何回ぐらいやってる？あのね、あの好きなのはどちらかというとあのヘッドマッサージが好きなの。あの顔のマッサージ行かないんですよ全然。ヘッドスパみたいな。そうですね。であの誰かに言われたことあるんですけど、顔って一枚の皮でこうなってるじゃないですか、顔と頭も。でもみんな顔の方は1万円のクリーム使ってるのに、シャンプーは500円だったりとか1000円以下だったりとか。だからでも本当はあの顔と頭って一枚の皮でつながってるので、やっぱり毛穴の汚れとかを取るのはとても気にしてるんです。はい。で、まあ、前はあの2週間に1回ぐらいヘッドスパ行ってました。それとあとブローはあの、まあ、旅行に行ってる時は必ず毎週っていうか5日に1回ぐらい行きますね。はい。頭皮のトリートメントは結構それが主、はい、私 の, あの主ですね。はい。メイクのポイントは目と口 どっちを重きに置いてある？あのね、それはね、ディペンゾーンなんですよ、シチュエーションで。だから例えばあんまりあのこう友達なんかの時はあんまり目のお化粧とかしないですね。目ってあのどっちかっていうとこうなんていうのかな、アグレッシブにこうあのアプローチする感じじゃないですか。だからリラックスしてる時はあんまり目のお化粧しないですね。あの友達とか自分がリラックス、 TPO です、 TPO です。それであのこうどっちかっていうとそういう時は口紅だけ塗るとか、
うん、で顔もなんとなくピンクのこうピンクっぽいお化粧とかそういうこうヘブシー系の感じを出したいっていう感じですよね。なるほど。でパーティーだとかなんかそういう会合だとかミーティング目が、うん、そうですね、目を強くって感じですね。はい、あのアクセサリーなんですけど、はい、今すごく視点つけてらっしゃるんですけど、ポイント、まあ、これも TPO だと思うんですが、大体ご自分でこうポイントを決めるなって思うのはイヤリングですね。イヤリングです。あのね、仕事をしてるからだと思うんですけど、指輪ってほとんどしないですね。あのデイタイムっていうか、出かけるない限りは指輪しないです。結婚指輪とかっていうのもなかったし、だから指輪全然どっちかっていうとしない方だと思います。ただあの顔の周りにつけるイヤリングとか、それとかあのネックレスはどちらかというと好きです。あのご自宅で今これスカートはい、スカートスカート多いです。逆にね、パンツって座ってたりするときつかったりするそんなこと全然ないですよ。そうですか、きつかったりする。だから飛行機に乗るときも絶対スカートですよ、私。あ、そうなんですか。ええ、それは意外でしたね。そう、あ、あのデザートなんですけど、例えばアイスクリーム派とかシャーベット派ってあるじゃないですか。あんこ派。あ、ごめんなさい、ちょっと質問と違っちゃった、質問と違いました。あんこ派です。歩いてる人多いんですけど、例えばアップタウンとかダウンタウンとか移動するときに少しでも車を使われるのか、それとも割と歩くのがお好きなのか。あのね、ハイヒールの時は全部車です、うん、ハイヒールはニューヨークの場合はこうどっかにはまってハイヒールかかとが取れたりするんで平気で、だから車、ハイヒールのために車。そうです。でも例えばフラットシューズ履いてるときは歩きます。なるほど。歩くの嫌いじゃないです。さっきの歌に戻るんですけど、はい、自然とこう口ずさんでる歌とかあるんですか、料理されてる時とか、なんか鼻歌みたいな。あんまり鼻歌はないかも。はい、はい、なし。お好きな花は？花はね、いろんな花好きですけど、やっぱりあのバラも好きだし、あとね、割とひまわりとか好きか。ひまわりなのね、バラはここでたくさん、そこにもテーブルの上にもなんか水に。あとランの花は長持ちするから好きです。ランの花もね、ここたくさんランの鉢が置いてらして、はい、贈られて嬉しい花って何の花が好きですか？あのね、お花だったら何でも好きですけど、やっぱりあのランの花もバラの花も好きですけど、あとはあの、まあ、割とあのリリーなんかも好き。なんか大きくて白くて、で長持ちするし、フレグランスがちょっと香りがいい。そうですね、うん、苦手な花とかあるんですか？ないですね。苦手な花、うん、あんまり菊とか好きじゃないかも。あ、なんかこう、なんか日本人なんで、なんか菊っていうとなんかこうハッピーっていうよりもちょっと寂しいっていう感じの ね、日本人はね。でもアメリカ人は違いますよ。違いますね、秋の。そうです、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 そうです。あの寝つきは結構いいもんです。すごくいいです。ワン、ツー、スリー。え？寝起きは？寝起きはまあまあいい方だと思います。っていうのは、はい、犬の散歩22年やってたじゃないですか。はい、だからもう朝起きるっていうのはもうなんていうのかな、あーとかって思わないですね。されっていう感じで、はいっていう感じで。あのコメちゃんの方が寝坊なんです。そうです。コメちゃんは私より早く起きたら試しないんですよ。めず、まあ、今も寝てますよこれ。お食事なんですけど、肉派ですか魚ですか？あのね、お肉はね、結婚するまで食べませんでした。じゃあお魚派ですね。そうですね、わかりました。あ、そうそう、こっちも何かすごくたくさん高層ビルがやっぱりさすが5番街っていう感じですよね。そうですよね、こっちはなんか本当にちょっと迫ってくるって感じですよね。隣にだけど高い建物がないからちょっとラッキー。そこはそうですね。そう、チャーチがあるんですか？そう、こっちはチャーチがあるから、こっちは絶対にあの立たない方ですね、うん、だからエンパイアステイツブルディングはいつも見えます。そうです、ブロックされることはない、うん、ないですよね。でこっちはやっぱりブロックされる可能性ありますね、うん、もうちょっとなんかちょっと重い質問になるかもしれないですけど、はい、人間関係で難しいなって思うことがありましたら、あのね、
割とないんですけど、割とないんですよ本当に。割と受け入れ体制が大きくてとかあんまりないんですけど、あの人間関係がうまくいかないっていうのは相手に求めすぎるんじゃないですかね、基本は。だからみんなあの相手に対して期待してるっていうか、期待が大だからやっぱりじゃないですか。もともとそういうものだとして受け止めれば、期待しなければ、うん、こんなものかな、そういう感じだと思います。だから私は多分そんなに期待してないのかも、逆にね。あのキャリアウーマン、まあ、キムさんとかね、そういうキャリアウーマンの先駆けパイオニア的な方なんですけど、心がけてることってあるんですか。うん、心がけてることは常にディファレンシエーション、あのいかにそのあのビジネスをだからやはり人がやっぱり人間もそうですけど、ないものとか数少ないものに対してやっぱり貴重さを感じますよね。なんかうまく言えないんですけど、なんかあの今日本の、まあ、全部じゃないと思いますよ、これ全部じゃないと思うんですけど、なんか日本ってこういうなんかスターが出てきて、まあ、この人たちみたいになろうって言ってみんなこうそっちの人たちに似てるような顔に直したり、例えば韓流とか分かんないけどそういうスターがいたとしたらそっちに全部なんかこう行っちゃうような気がするんですね。なんかもっと顔もこう変えて顎を削ったり目を大きくしたり、それもいいと思うんですけど、でもやっぱりもっと本当の持ってる自分のキャラクターとかね、そういうのをやっぱりあの見つけ出して、それが本当の意味の貴重じゃないかなと。だからそれはビジネスにもいろんなことで通ずるんじゃないですかね。いいものを見つけられる、頭の軸的に逆張りをするというわけでもなく、そうご自身の本当の長所を自分で客観的に見つけて、そう、それを伸ばす。そっちの方がもともとある人にはね、どう頑張ってもね、元にはっていうことは、あくまでも常に2番になっちゃうか、まあ、3番か10番か1000番か、そうですね、うん、あのなんかでキムさんはもちろんニューヨークの、まあ、社交界を考えて、フーズフーとか考えた時に、まあ、キムさんとデニム人とかツートップな感じがするんですけど、社交界楽しいですか、なんか難しい、いやどんな感じですか。そんなことないですよね、やっぱりあのね、あまあ、いろんな、まあ、局面があって、こうニューヨークのいいところっていうのはそれこそ本当にあの、ね、外でバーベキューをするして楽しんでる、ね、人たちから、ああいう、まあ、なんていうかな、社交でいろんなあの社交をしてくる人もいますけど、あのいろんな国の人たちがいるので、ここはそういう意味ではあのニューヨークの社交場はとてもインターナショナルで素敵なところだと思います。楽しいとこですね。面白いですね。でもそれがほらやっぱり苦痛になる人もいるじゃないですか、そういう場所が。ってことはそうじゃなくて、やっぱりあのでも結構みんな自然で、はい、そんなにあの皆さんが思ってるほど背伸びしてるわけでもないし、はい、うん、なるほど、はい、あのこれまでの人生でね、なんか失敗したなって思うことって、いっぱいある、いっぱいある、いや、いっぱいあります。でもいっぱいありすぎて、なんか若い女性が参考になるような、なんかありました、そのこういう失敗したけれども、こういう失敗はやっぱりしなくてはいいかな。やっぱり迷ったらやった方がいいか。ああ、そうですね。じゃあやらないで後悔をするよりも、迷ったらやる、まずやってみる、失敗してもやってみる。そうですね、その失敗っていうのがどの程度の失敗かよくわからないんですけど絶対に戻れない失敗ってそんなないと思うんですよね、ほとんどの場合が、はい、だから考えて頭の中であんまりこうブックスマートにならないで、はい、自分の体で体験して学んでっていただきたいなっていうふうに思います。なるほど、それすごく深みのある。逆にこれまでの人生で、あ、これは自分は成功したって、なんかこう手応えのあったこと、どうだろうかな、まああのワンダブラをね、
ワンダーブラっていうブラジャーあるんですけど、あれをやっぱり、そうですね、あれを目につけていち早く日本に持ってって、輸入下着の中ではやっぱりナンバーワンになった、売り上げっていうよりもね、数も含めて。でそれはすごく嬉しかったですね。なんか自分がこう見つけたものがなんか受け入れてくれたっていう、それすごいあのビジネスとしての喜びでした。だってあれセンセーショナルでしたもんね。そうですね。っていうのはなんかこうあの隠すというかこう補正的な、日本は特にね、それをこう寄せてあげて、グラマラスに見せるっていう。そうですね、もうどちらかっていうと日本の場合はあの全部逆になったんですね。いいか悪いか別として、着物がベーシックなんで、胸はぺっちゃんこ、胴は胴、あの寸胴、お尻はぺっちゃんこという、そうじゃないとあの着物ってあんまり似合わなかったみたいな、それだから逆張りだったんで、それ完全にもう、そうですね、新しいなんか風っていう感じでしたね。ニューヨークからいかにも来たって感じですよね。そうですね、わかりました。じゃあ、 あの一番最後の質問なんですけど、はい、一番こう座右の銘じゃないですか、好きな言葉とは言いますか。 Time is more than money。だって時間って絶対に、じゃ あのスティーブ・ジョブスもね、あれだけの、ね、財をないで、彼は割と早くして亡くなりましたけど、1年だって変えることできなかったんですよ、うん、やっぱり自分の時間を大切に過ごしていきたいし、皆さんにもそのいつまでも時間が永遠に続くとは思わないでいただきたい。だから大切にして、Today's present、ね、だから money。 時は金以上ですね、ということです。はい、ありがとうございます。なんでですか。あ、ごめんなさい、ちょっと質問と違っちゃった。質問と違いました。